はじめましての方もご常連の皆様も、本日も家族とワンコ、ワンコ以外とはほぼほぼ接触をせず、ワンコの散歩にトコトコトコって行ったサインも、ワンコ仲間とは適切なソーシャルディスタンスを取り続け、元気に外出自粛を続けております陽気な引きこもり IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。この番組では何度か取り上げておりますが、あのテレビ朝日の四半期の利益が 66.6% 66.6% のダウンとなりました。しかも数字を見ると売上の方は 10% まで下がっていないのに、利益が 66.6% も下がっているということは、これは完全に薄利多売というか、お値引きしてようやく売上を立てていると見るべきで、これは完全に負のスパイラル、負のスパイラルに入ったのではないかと推測できます。どういうことかというと、売上を立てるためにお値引きをして、お値引きをしても利益が追いつかないから、もっとお値引きしてね、スポンサー様お客様を集めるという仕事量でカバーするという方法ながら、今ここに働き方改革なるものがやってきて、働くこともできやしねえ。この私いささか営業マンの経験があるので、多分こんな状況じゃないかなと推測しております。象徴的なのでテレビ朝日さんを取り上げておりますが、各地上波テレビ局の決算報告を見てみると、どこもやっぱり同じような状況のようです。そしてここで衝撃のニュースが入ってまいりました。 なんと 46% 46% も広告単価の下がっているチャンネルがあるというのです。その名前は宮脇チャンネル宮脇チャンネルの広告単価が 46% もダウンダウンと、これは本当の話。実際のところ細かく数字を調整するともう少しマシですし、あの広告の場合には季節性といって、昨年の実績でも3月の方が広告単価が高くて、4月5月はちょっと落ちるという傾向があったので、まあ、それを加味すると 46% というのはいささか話を盛りの盛り気味ではありますが、しかし広告単価が下がっている、これは厳然たる事実です。するとね、この宮脇チャンネルカッコカリが突然消えたとなるかもしれません。実際のところはこちらのメルマガや、あの YouTube での初回配信のプレミアムの時のいわゆる手裏剣、あ違った、投げ銭スーパーチャットの方で、あの5000円ご支援いただいているので、まだまだ踏ん張ることはできるのですが、実のところいわゆる言論系という番組にもこういう厳しい風が吹いているということを、この現場の最前線からリポートしてみたいと思います。まず YouTube というか、その親会社の Google も含めて、これらに出される広告というのは入札制になっています。Google の場合には希望するキーワードを軸にして、 YouTube の場合にはこの番組をご覧いただいている視聴者の属性とかお住まいの地域、これによって広告を選ぶことができます。そこで超絶ざっくりと言えば、広告を1回出すにあたり、こちらをいくらにするか、つまりこちらをいっぱいね、いっぱい出してくれるところの広告が表示されやすいという、まあ、ざっくりと言うとこういう仕組みになっております。こうした仕組みから、広告を出したいというスポンサー様が多ければ多いほど広告単価というのは高くなります。まあ、実際には他にもね、いろんな仕組みがあるんですが、まあ、ざっくりと言うとこういう仕組みになっております。そして今テレビで、お前俺の飼い主ならばとね、にゃんぱく宣言というあのさだまさしさんの関白宣言の替え歌の AC ジャパンの広告が、たた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 たほわちゃーと流されたり、近頃ではテレビ番組の違法アップロード、これダメだよと啓発するあげるくんの広告が流されたりしているのも、テレビ広告の需要が大きく損なわれているという、その広告需要の減少なんですが、この悲しい波は今ネット広告、ネット界隈にもやってきているんです。また今ド派手に広告を打って集客をしようとしても、これね、人が集まっちゃダメって状態なので、今広告が打てないという事情も企業様側にはあるのではないでしょうか。これは長らく連載させていただいている通販支援ブログというところの原稿でも書いたのですが、この国難ニュータイプについては
第2波第3波というものを想定しておかなければなりません。そしてその第2波第3波がねやってきちゃったってなった時でも、ネット通販というのはこれはそのまま継続することが多分できるのかなというところに今あるので、そうした時にこれから企業さんとしてもこのネット通販というものにトコトコトコってやってくるということが予想されております。そうなればもちろんネット広告の需要というのはグイーンと上がるのですが、果たしてその時が来るまで続くネット番組というのは果たしてどれだけあるのでしょうか。これは今の状況がどれぐらい続くかによっても異なるのですが、最悪の場合全ての言論系ネット番組がなくなってしまうかもしれません。これは地上波テレビワイドショーのテクニックです。不安を煽りに煽りまくるテクニックです。最悪の場合はそれは最悪の場合なので、最悪でなければ大丈夫という疑惑がぬぷ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 。さてさて、最悪を考えてできる限りの準備をした上で楽観に構えるをモットーとするこの私として見た時に、生き残る言論系の番組あるいはチャンネルというのはどこかなって考えた時に、チャンネルさくらさんのように多くの支援者に支えられている番組や、真相深入りガオー虎ノ門ニュースさんのようにもう強力なスポンサー様に支えられている番組ぐらいは残るかなと見ております。それぐらいの最悪にならないとしたときに、メンバーシップを始めた文化人放送局さんや、オンラインサロンを始めたジャーナリストの篠原丈一郎先生とか、広告費だけではないチャンネルを持っているところが生き残るのかなっていう気がしております。また日本の動画界隈では老舗であるニコニコ動画さん、あの定額制でチャンネル登録者様を集めるサービスなので、一定数集まるとチャンネルの運営が安定するそうです。ニコ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 始めると言っていたニコニコ動画ですが、連休前のバタバタで、担当者様に連絡を取っておりませんでした。ニコニコ動画の、担当者の方、本当にどうもすみませんでした。きっと始めるんで、その時は、ニコニコとお付き合いいただければ幸いでございます。収支の面だけではなく、言論系番組、チャンネルには今別の試練もやってきております。それが言論系番組のアウトブレイクブレイクブレイクです。老舗の日本文化チャンネル桜さんから見れば、この三宅チャンネルかっこかりも新参者に過ぎねってものでございますが、この1年で言論系番組がとにかく増えました。そして様々な番組が生まれ続けております。一例を挙げれば、あ、チャンネル作られたんだなんて思っていたら、そのチャンネル登録者様の数であっという間にピュワーッと追い抜かれて、もうその背中はもう小さいどころかもう見えなくなってしまったジャーナリストの篠原丈一郎先生や、こちらはいつ追い抜かれたのかも気づかないぐらい音速のレベルでチャンネル登録者様を増やした経済評論家の常念司さんの番組、その他にも岩田敦先生の番組や、あの香港さんもチャンネルを持たれております。さらにガオー虎のメンバーがこぞって参加しているニューソクチャンネルなるものもあります。そしてそれぞれのチャンネルが番組を量産に量産しまくっております。完全に視聴者の奪い合いになっております。さらにここに報道のプロもドドンと賛成しております。私がたびたびお世話になる記者会見をノーカットで全部流してくれるテレ東ニュースさんや、各テレビ局もストレートニュースだけを切り出して、これこまめに更新するようになってきました。さらにそこに月刊正論の、正論チャンネルの配信も始まりました。編集長の滝田真紀子さんが、産経新聞の記者さんかな、招いていろいろな最新情報を聞くという番組です。月刊正論といえば最新号がドドンと発売されていて、ここの表彰を見るとですね、蔓延するフェイクニュース、宮脇睦美、寄稿させていただいております。ここら辺のいろんなニュータイプ絡みで、フェイクニュースはネットから出てるよなんつってね、そんなフェイクニュースが流れていたんで、いやネットはそうではないですよということを一つ一つ取り上げて紹介しております。
話を戻せば、チャンネル自体が増えてて、しかも番組が量産されているので、か弱きこの宮脇チャンネル過去回のような番組はね、端っこに追いやられて、そのうちピッピッとされてしまうかもしれないということはありません。一発当たれば大逆転もあるのがこのネットの魅力ですし、反対にずっと長く応援していただいている方とつながり続けることができるのもこのネットの魅力なんです。そしてこの先はどうなるかわかりません。だってニュータイプが過ぎた後の世界って誰もまだ見たことがないからわかるわけがないんです。ただし日本人の日本社会の言論空間においては良いことだと私は受け止めております。それは情報の選択肢が増えたということを意味するからです。ネットの特徴はウィナーテイクオールといって、日本語で言うと走者総取り方式であります。ざっくりと言えば、飛び抜けた人、企業、団体、これが市場の利益を独占するというものです。だから人気番組ができるとネット界隈がざわわーっとなって、そこにうわーっと人が集まってきます。そんな時、ちっぽけな番組はピッピーどころかウィンウィンウィンと踏みつけられていってしまいます。ただし人気は永遠ではありません。大人気を誇っていた番組の再生回数があっという間に半分になるということもある。これがネットの世界の怖さであり、そしてやはり醍醐味でもあるんです。これが漫然となんとなく朝起きたらつける地上波テレビとの違いで、そして我々日本人、日本社会が情報を選択できるようになった証でもあります。だからこの宮脇チャンネル過去仮はこれからどうなるか、やっぱりわかりません。ちなみに広告単価を超絶雑に見ると46%のダウンでしたが、再生回数や視聴時間というのはおかげさまで堅調です。視聴者の皆さんに応援していただいたり望まれている間はね、なんとかどうにかこうにか頑張って続けていこうとは思っております。そしてより楽しんでいただくために、ライブ配信なんかもね、もう少し回数多くやろうかなとも考えております。ただその反対に、この番組にしてもこのメルマガにしても、ご覧いただいている皆さん、読者様がね、まあいわゆる市場が、まあね、もういいよということになれば、バイバイとなるだけです。それが私の大好きな、愛する自由な世界の掟です。仮にそんな日が来たら、東京都足立区竹の塚あたりで八百屋を営んでいる義理の父親の店先で、お客さん相手に話長えよと突っ込んでいる私が、この私がいるかもしれないと想像してしまう週末でございます。まあいずれにしても、この私、働くこと、何かしてるのが大好きなので、たまの休みの日ぐらいには、宮脇チャンネル括弧時たま括弧閉じとか言って、番組を抜け抜けと配信しているかもしれません。いずれにせよ、止まない雨はありませんし、明けない夜はありません。みんな頑張っていきましょい。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。そして今回の番組をお楽しみいただけたのならば、いいねをクリックしていただけると嬉しいです。言いたいことを言いまくっているメルマガの方、こちらが今結構支えになっております。よろしければ遊びに来てください。たまにで結構ですので、フィードバックの方、こちらもね、本当によろしくお願いします。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。安倍晋三完全勝利席というものが、何モルゲソヨって答えたんですが、モルゲソヨかって紹介した赤が勝ち、
羽生くんすごい、宇野くんすごい、日本別にすごくない。だってあなたに会えたから。と番組を最後までご覧いただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。みやちゃんじゃんけん、じゃんけんチョキ。私がチョキなのでグーを出したあなた、はい、その手を高々と突き上げて、イエーイ、おめでとうございます。私と同じチョキを出したあなた、あなたと私で 1,2,3 のトリプルピース。決して手の甲を見せてはいけません。そしてパワーを出したあなた、1週間のお清めです。何を出された方もお手を拝借よー。それでは本当のバイバイ。